いろんなところを押してもらって、はい、ありがとうございます。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。滋賀の方なんですよ。リクさんの分かるですね。心からの医療を、アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか？あれ、徳地さんもかかってたんですか？大型ビジョン、デジタルサイネージなら、交通量の、バスケのやつ。いや、あれは全然かかってなくて、まあ、どっちであるので、広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは、ちょうど帰ってきて、このネバーっていうのが同級生いるんですけど、まあ、沖縄大学とか、クリニックに何か次にやるので。徳地さん、じゃあ BC スポーツとかの、あの、女性とかわかるんですか？あ、もう大先輩です。はい。まあ、向こうが、まあ、私はわかりますね。こっち側わかりますね。向こうはもう、いくつか、解放国体の次の世代なんで。すごかったんですよね。そうそうそう。私はわかりますね。はい、もちろん。向こうはもう、自分がもう、一世代後なので。新里さんもわかりますよ。哲也さん。あ、わかります。わかる。うん。うちの番組持ってました。前、お会いしましたね、確か。あ、会いました。はいはいはい。うん、わかりますね。ああ、チームはどこだったのか。つながるんだ。はいはいはい、すごいな。マスコットの会やってる方は、そうですね。じゃあ行きます。はい、さあ CM 明けまして、はい、今日は収録放送で行っています、はい、大井沖縄でございます、いっぱいやはりねこの前半交通対策、はい、事故対策の話いろいろしましたが、はい、いっぱい来てるんですね、はい、宮さん、この間高齢者ドライバーに横断歩道を渡ってて引かれかけた私からしたら やはり乗らないでほしいです、切実に、うん、ということで、はいはいはい、うん、そうですね、どうしても注意力がちょっと低下しますからね、うん、普通の、あの若い人でさえ、ね、私たち40代でさえあの見落としっていうのはありますからね、ありますね、このちょっとお年寄りになるとやっぱこの注意力の欠如っていうのはやっぱどうしても出てくるのでね、うん、ただねやっぱ乗らないでほしいという気持ちあるんですけど、なかなか一概にね言い切れないというところもあるので、そうなんですよ、うん、でも スムーズにねあの自主返納するっていう風潮ができればね、うん、いいんですけどね。ただ沖縄の場合ですが、メルキーさん来てます、はい、バスやタクシーなどもっと気軽に手軽に利用できるシステムを作ってほしいということです、うん、まさしくそうだと思いますね、うん、やっぱりこのバスがなかなか乗らないですから、まあ、自転車も含めてなんですけど、はいはいはい、やっぱバスって結構沖縄苦しいんですよね、うん、バス会社も、はいはい、で私たちもこの C バスっていって独自のコミュニティバスを出してはいるんですけど、団長も、はいはい、やっぱ利用がやっぱ少ないんですね。あ、少ないんですか。あのだいぶ安く設定はしてるんですけど、うん、ほとんどやっぱ乗らないので、うん、やっぱタクシーがまあかろうじて乗るぐらいですけど、やっぱタクシーも減ってきてるっていう、あの現実もありますので、はいはいはい、どうしてもやっぱ車っていうのがやっぱあの確かにこのそういうまあシステムが作れるのかちょっとまだはっきりのところイメージが湧いてないんですが、まあそういうね流れを作れれば、はい、おそらくね公共の交通を使えばね、うん、まあもちろん渋滞も減りますし、はいはいはい、本当は一番いいんですけどね。そうですよね、ね、ぜひやりたいではあるんですけど、この辺がちょっとやっぱりやろうとしてもなかなか進まないのがまあ現実ですね。だってこれはもう国県とのやっぱり議論になってくるのかなと。そうですね、結局じゃあ北谷町だけでっていうわけにはいかないですもんね、はい、そうですね、鉄軌道の話もあるし、うん、またあのなんていうんですかね、このコミュニティバスも、はいはいはい、結局赤字なったままやってますよね、きっと。そうです、はい、その通りです。北谷町も、はい、どこもそうだと、どこもそうですもんね、はい、だこの辺がね あれなんですよね、多分あの公共交通使っても、まあ、コミュニティバスやった時に、うん、あのやっぱ要望が多いのは本当にお家の目の前ぐらいまで来てくれないと利用しないって言えばことがあるんですよ。バス停もそうだと思うんですけど、はい、やっぱりねあの本土の方はやっぱ定着して、うん、あのね地下鉄だったりなんか電車だったりっていうのはそこまで駅まで行けば、うん、あのある程度ねできるっていうね、はいはい、そういうなんていうかな、あの歴史的なっていうのかな、うん、あの普通の生活の一部になってるんですけど、はい、どうしてもねとっても便利の良さを追求してるというのかなんていうのか分からんけど、やっぱりどうしても沖縄の人はね、うん、本当にお家の目の前にバス停がないと乗らないんじゃないかっていう勢いですので、さすがにそうするわけにはいきませんので、はい、
意識だと思いますね。だからこの地域づくりね、戸口さんいろいろやってる、はい、やってますけど、その、はい、介護保険料が増えてきて、その、はい、やっぱり引きこもっている、高齢者とかもどんどんなくしていかないと、はい、何でしたっけ、 100歳ぐらいまではやっぱね元気に過ごすっていう、はい、このあれと、うん、今社会構造がどんどんこう違ってきてるのかなって気もするんですけど、はいはい、これだから大きい全体としての問題として、うんね、やっぱ捕らまえていかないと結構厳しくないですかね。そうですよね、大きい問題だと本当に思ってますね、うん、この交通安全から始まるはしてもやっぱり結局はそこに突き詰めますので、はい、うん、地域でどう作っていくかとかですよね。だから公民館行きたくても遠くて行けないとかっていう高齢者の方も多いですもんね。外いますね、うん、だからこれもやっぱりやっていかないといけないなと、まあ、結局そうなんですよね、はいはい、そこに何も、まあ、防災だろうがもちろん観光だとそこに行き詰めますし、うん、はい、やっぱこの地域のところやっぱコミュニティをしっかり作っていくっていうのが、うん、あのいろんなことにやっぱ起因してからあのね、できると思っては、うん、私自身それであの今地域づくりっていうのにはちょっとあの関心を持ってあのいろいろやろうということで今取り組んでいます ね、はい、あのさっき言ってたこの見守りもそうじゃないですか、はい、そうです ね地域でやらないといけないですし、ただね、うん、どうしてもそれを飛び越えてしまう事件というのはあの ほら刺されたそうです、ね、もう事件というのはあると思うんですけど、はい、ある程度ねやっぱ抑止力にはなるのかな。そうですね、やっぱ人がいるっていうことは、うん、もうおっしゃってるのは本当にある程度の抑止力にはなると信じてますので、はい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 、そうしないとあの私もやっていけないので、ですよね、はい、もうこれが意味ないとなるとちょっとどうしてももうやっていけないんですけど、やっぱり必ず効果はあるっていうのは、うん、はい、はい、あの意識しながらやってますね。だからね、結構複雑ないろんな要素が絡んでいる大きな問題なのかなと思います、うん、はい、メルキーさん、乗り合いタクシーや配達業の力も借りるなど、うん、その地域に見合うサービスを考えないとねって来てますが、そうなんですよ、このやっぱタクシーの利用っていうのはやっぱ一番効果的だかなって実は今あの思ってもいます、はいはいはい、でコミュニティバスやるとね、あのやっぱり契約したりとか、うんうん、でまたそのバスというかあの小さいハイエースタイプの買うんですけど、はいはいはい、まあ、お金かかるんですね、うんうん、それよりかやっぱ今あるタクシー会社とやっぱ提携をして予算を出していくっていうのもやっぱ考えないといけないなって。でもしかし実はこれをあの審査が難しいんですね。例えばこれに例えばいくら券を上げるのかとか、はい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 、でそれをじゃあ本当に必要なのかとか、またその人が本当に使ったのかっていうこの費用の面のやっぱりこの検証っていうのがやっぱとても難しくて、それにやっぱり踏み込めないっていうのが実は正直なところで、確か自分はもう本当に乗り合いタクシーだったり、うん、あのとってもいいかなと思ってますね、はいはいはい、そういうシステムを作ったりとか、うん、でまたわざわざ、ね、赤字出してこの乗り、地域をまたこの町内を一周市内を一周回るっていうよりかは、はい、ほぼ乗ってませんのでだったらじゃあ必要な時に必要なことで使えるようなタクシー女性みたいなのが安くつくっていうのもやっぱりありますので、なるほど、はい、ほぼ乗ってないんだ、うん、そっか、そうですね、はい、あさとさんからはお茶いただきました、頑張ってくださいね、はい、ということでありがとうございます。さあ、ですね、続いての、お話ですが、先ほど、オープニングで戸口さん言われました、はい、今回ね、町議会でも議論になったということですが、はい、その茶谷浄水場から、はい、有機フッ素化合物 PFOS などが、はい、高濃度で検出されている問題、はいですね、はい、これ、膝側から、うん、膝側ですね、はい、カデラの方ですね、はい、そうです、向こうの、まあ、教授、京都大学何教授だったかな、ちょっと忘れちゃったんですが、まあ、その方々 の、実はあの実験した検証したデータっても実はあるんですけど、はい、そうですね、実はこの PFOS と PFOA でしたかね、PFOA、はい、はい、のやっぱ濃度っていうんですかね、要は安全基準っていうのは実は国では定められてなくて、この日本の国の基準では、はい、みたいですね、環境基準では定められていなくて、はい、でまずはですね、はい、あのやっぱさまざまな、例えばあのアメリカにしても、はい、まあ州あ、州で変わったりとかっていうのを、うん、まあ、あのアメリカの政府の中のやつの基準は決めて、はい、いやでもしかしそれの基準以上はあのもっともっと基準を高めるべきだろうということで、各州によってまたこれの5倍とか、はい、で何倍とかっていう通知を実は示しているところがあるように、うん、なかなかこの安全基準っていうのが明確じゃないっていうのが実はあるので、はいはいはい、まずは
あの国に対して、うん、あの長としてですねはまずは国に対してまず安全基準をしっかりと示していただきたい、はいはいはい、ですね。これをまずはあの北谷町としては訴えますよというのをやっています。はいはい、でこれからですねあのやっぱりうちらはまあ町内の、うん、あのまずまあもちろん訴えているのがまあもちろんこの基準をしっかりしてほしいというのが1点とですね、はいはい、でもう一つがあの県企業局がやってますので、はい、県の責任において、うんまあ、国にしっかりと意見を求めて、まあ、調査を求めてで、はいはいはい、安全であるということをしっかり周知していただきたいというのをやってます。もちろんこの検査も含めてですね、はいはい、で実はこの私たちのところに二級河川って言ってあの県が管理している管理がまた白木川ってあるんですね。そこもちょっとやっぱ嘉手納の方ともやっぱり少しあの少し因果関係もちょっと認めきれる部分もありますの で、はい、でそれに関してもやっぱり県に調査していただく。うーんでその数値をしっかりとこの環境基準のもとにおいてこれを訴えていくっていうのをまずはやっていくっていうのも、はいはいはい、あの今町としてはやってます。うんで町民に対してじゃあこれが本当にじゃあ大丈夫っていうならば大丈夫な根拠もやっぱ示していただきたいっていうのがあります。はいはいはい、であとはですねあの町内でですね普通に一級河川二級河川とか国が管理するやつ県が管理するやつってあるんですけど、はいはい、でそれに管理されないやつはほとんど市町村が管理するんですね。うん井戸群だったり、はいはいはい、湧き水だったりとか、はいはい、あと少し小さな川っていうのがあるんですね。うんそういうところを今嘉手納でちょっと少し地下近隣のところでやる危ないだろうってところが実は数箇所あります、はい、3箇所ぐらいでしたかね、うん、町内だけでも40箇所ぐらい実はあるんですね、はい、でこれをまずは調査して、うん、でもしそこからこの PFOS の高濃度が出た場合は、うん、またそれをどん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 範囲を広げていって、はいはいはい、町内全体に範囲を広げていって、うん、まずはどれぐらいこの汚染のあれが進んでいるのかっていうのを調べていくっていうのが町としての独自の取り組みですね、はいはい、でここからでも万が一相当な濃度があって、はい、でもしかしたら人体にまで影響があるっていうならば、まあ、これは議会としての取り組みなんですけど、はい、じゃあ例えばこの近隣周辺の、ね、動植物から検査、はい、検査したりっていうまで波及が必要なのかなっていう段階にまでには一応話は今なってはいますね。はい、なるほど。結構ねやっぱ大きい問題ではあるんですけども、うんはい、これちょっと、コメント来てます。宮さん、はい、飲まないでくださいって張り紙されたってニュースで言ってましたね。これは宜野湾のこの辺りの、はい湧き水とかに、はい、飲まないでくださいっていうのが出たんですよ。宜野湾の湧き水です。おそらくね、はいはいはい、検証されてないかなっていうことだと思うんですけど、そうですね、はい、実は今のところは一応ずっと調べてるんですね、はい、PFOS も含めて、はい、PFOA も含めて、うん、でもちろん毎1日何回かっていうことをまず企業局ももちろん調べてるっていうのも以前調べたことがあります、はいはいはい、でもちろんこの水道課私たち水道課、はい、各市町村の水道課の方も実は調べています、うんはい、毎回毎回水質の検査っていうのは必ずやってますので、はいはいはい、でまあ安全だっていうことはしっかり保証はしてるっていうのが今町内でももちろんこの県企業局から発生やってる水も安全ということですので、はいはいはい、ただ井戸水とか湧き水っていうのは、うん、ちょっとまたいろいろそもそも飲んではいけないものでも実はありますので、はい、管理がもちろん管理ができてる井戸水もあると思うんですけど、うん、ちょっとこの辺からちょっとギドワンさんがどういうことで看板を立てたかちょっと分かんないんですが、やっぱりそこです。PFOS、はい、PFOA との関連ではなく、うんここ自体も管理されている水、はい、水源じゃないですよ。あ、そうですよね、はい、そういうことで、はい、置いたっていう、おそらくそうだかなと思って、はい、PFOS、PFOA に関しては今のところじゃ飲まないでくださいっていうこの周知の方はやっていません。やってないですね。むしろ、はい、安全ということの保証は一応はもう得ていますので。あ、そうなんですね、はい、この北谷浄水場でこのから供給される水に関してももう安全ということで、はい、もちろんそうです、うん、もう安全の中で今止めないといけませんので、ですよね、はい、この辺のあれをしっかり検査して、でまたこの除去するような形っていうのもしっかり取ってますので、あ、はいはいはい、まあ、これは茶炭がやってるわけじゃなくて、はい、ちゃんと企業局の方で県がやっている、はい、しっかりやってるっていうのもやってますし、見学できますので、あ、はいはいはい、まあ、いい機会ですので多分やってもいいと思いますね。そうですね、はい、確か無料だったと思いますので、はい、地域とかで行ってもいいと思いますよ。はいはいはい、いい勉強になります。はい、ですね、北谷町にもやはりこの
受験の問い合わせがあったとのことですので、はい、やはりねその辺の集中はこうしっかりしていった方がいいのかなと思います。そうですね、ただしかしこの安全基準というのはやっぱりしっかり示していただくというのはですね、国にしっかり示言うのもやっぱり市町村の責任ですので、はい、県も含めてですね、でこういうデータが出た以上はですね、これが安全だというのをですね、やっぱりこのいくら、まあ、除去しているからいいんですね今は、うん、ただやっぱり出た以上にはこの原因がありますので、はいはいはい、まず原因もやっぱりしっかりと突き詰めてほしい、うん、で嘉手納からだろうとか、はいはいはい、今、確か外務委員会か何かでこの国の方で一応はほぼ認めたようなと、うんうん、あるんですね。ありますね。しかしじゃあ、はい、本当認めましたらこれが何なのか、うん、要は消火剤に使われているというのがありますよね、うん、この要はこの PFOS、PFOA っていう成分で例えばこのジェット燃料、はいはいはい、ジェット気筒が爆発した場合にこれで包み込んで、うん、そもそも酸素をなくしてしまって三原則のうち一つをなくした形でやるっていうのが PFOS、PFOA の活用の方法なので、はいはいはい、じゃあそれをじゃあなんで使ったのか、うん、どういう形で使ったのか、うんうんうん、消火で使ったのか、訓練で使ったのか、はい、もしくは垂れ流してしまったのか、うんうん、でそれは一体どっからなのか、うんうん、っていうのをねやっぱり突き詰めていただかないと、うん、いくら基準大丈夫だよとか言ってもやっぱり嫌ですよね。嫌ですね。除去されても飲むの嫌ですよね。何があるか分からないし。怖いですもんね。なんか何十年後に PFOS、PFOA のあれが原因ですよって言われても嫌なので。ですよね。ってなるとやっぱ大人だったらまだいいんですけど、やっぱ子供にもね、はい、飲ますって考えたらちょっと厳しいですよね。うん、だこの辺はですね、今、やっぱなかなか水道水を飲むっていう過程も少なくなってるっていう、なんか、うん、ちょっとわけのわからない理由もあるんですけど、まあ実際それで料理とかもしますので、そうですよね。はい、そういう問題じゃないので、はいはい、水は水なので供給されている以上はしっかり飲むっていうか前提でやっていただかないといけないですので、やっぱり国としても基準を示していただいて、その原因を突き詰めていただく。うん、でそれが消火剤だけだったら、まあ、よく消防が使ったりとか、はいはい、だけだったらそれを使わない方法でやるとか。うんでそれの代替するようなこともしっかり考えていただく、うんうん、でこれは多分おそらく自衛隊とか多分那覇の航空関係にもしかしたらなっていくのかなと思いますので、はいはいはいまあ、そこがどういう形でやってるかわからないんですけど、うんまあ、この辺のできたら全体的な議論も含めて、うんはい、今後はちょっとやるべきなのかなっても思ってはいますね。なるほど、はいですね、ミルキーさん、水質改善はいいのですが、その費用負担が住民に大きく跳ね返ってしまうのが心配です。はい、もうこれは住民に跳ね返らないように、はい、これはしっかりやっていただいてほしいというのは、これも大前提です。はいはいはい、この水道はですね、水道と下水ですね、はいまあ、特別会計とかっていうので、公営企業といって市町村でもちろんやってはいるんですけど、はいはい、住民からの、はい、なんていうんですかね、この水道料金、うんうんうん、でほぼ賄ってます。あそうなんですね、はい、浄水の方はですね、ちょっと下水道の方はですね、ちょっとやっぱりなかなかそれで賄いきれないところがあるので、はいまあ、一般財源といって市町村の負担がいったりすることもあります。はいはいはい、ただしかし水道に関してはほぼもうそれでもやってるという状況がありますので、だその改善することによって、まあ、言ってるように本当に住民に返ってきますので、はいはいはい、直接、はい、それはだけはやっぱりやめていただきたいっていうのがありますので、もう直結しますので、これはしっかりやっぱりこの国の責任、県の責任、もちろんこの市町村のこの住民負担にならないような形の負担っていうのをやっぱりやっていかないといけないっていうのは、これはもう本当にもう大前提ですね、はい、あってはならないことなので、はい、なるほど、それはもう、はい、必ず多分ないと思います。はいはい、ミルキーさん、安全なんですねということで、そうなんです。ですね、茶谷浄水場から出る水というのは、完全に安全ということですね。はい、ちゃんと除去されてます。ただやっぱり戸口さんが言うように、安全基準というのをまず本当に定めないと、これ日本にはないということなので、そこからやっぱり先なのかなって気はしますね。そうですね、まあ、それをやっていただかないと安全なのか安全じゃないのかもわからないで。ですよね、安全って言われても不安だけが募りますよね、うん、それだけはやっぱりはっきりしてほしいと思います、ね。はい、ただ今日やっぱり分かったのが、その PFOS、PFOA に関しても、浄水ちゃんとしていると、うん、なんか、新聞見たらですね、県企業局がアメリカ以下、標準以下にちゃんと浄水しているということですので、はい、はい、それはまあ、ほとんど心配はないかなというふうに、はい、まあ、これ分かっただけでもちょっといいのかなとは思います。そうですね、はい、はい、ぜひそういう感じです。そして、前半
実は、はい、交通事故に関連するお話いろいろしましたが、はい、それに関してまたコメントも来ております。はい、ありがとうございます。函館マウンテンさん、沖縄バスに乗れ乗れ乗りましょうね運動なまらさかんが、はい、バス停留上に屋根をつけようとするとここは国道だから県道だから市道だから管轄外です、はい、規制は緩やかにだべって来てますそうですね、やっぱ結構やっぱ多いんですよ、バス停の屋根をつけてほしいとか、はい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 、でも結構柔軟に対応しますけどね、私が知ってる範囲でも結構国道のジャーガル交差点あるんですけど、今トヨタとかがあるところですね、はい、のところのバス停もですね、まあ、中に入っていく24号線っていうんですけど、はいはいはい、くねくねくねって道が曲がって、あそこのやばいっすよね、入り口のバス停と、はい、で国道沿いっていうんですかね、うんうん、のバス停に関しては結構要望してつけてるっていうのもありますので、結構、はい、多分各市町村によって多分この温度差が出てきてるのかなっていうのがあるんですけど、比較的要請したら、はい、できるっていうイメージは持ってますね、私は。はい、これやる人じゃないですか、マウンテンさん。そうなんですかね、ちょっとこの辺がちょっと私がね、町のも議員なので、各市町村のことがちょっとね、あまり分かりませんので、細かいことは。また市町村によっても変わるだろうし、そうですね、担当によっても結構変わりますからね。それは担当によってだいぶ変わりますね、はい、それはもう仕方ないこと、あってはいけないことなんですけど、実はもうこれあるあるですね、はい、あるあるですよね。そうですね、はい、今日はですね、いろいろとそういったお話していきましたが、やはり交通事故というのは今起こってるだけあって、うん、いろいろこう皆さんが、そうですね、はい、やっぱ反応が高いですね、高いですね、うん、やっぱり、さっきも言いましたが、包括的なこの改善が必要なのかなという話は、はい、そうですね、うん、もうありますね、うん、まあそうですね、やっぱり大きい視点からも見ないといけないですし、包括的にやらないといけないですし、はい、でまた最初に言ったような形で細かい要請ですね、はいはいはい、のところもやっぱ改善していかないといけないですし、要請、さっき言ったように、ここが危ないよって言ったらね、議員とあれで話するだけじゃなくて、まあその辺もありますので、やっぱりさまざまなやり方が各市町村によってはあると思うんですけど、それをしっかりと確立していって、それをみんなで意識をしていって、この地域はね、やっぱり見守られてるんだよっていう形でやっていけば、ここに通る方々はやっぱり自然とやっぱ安全をね、管理していくはずだし、意識もするはずだし、はいはい、でおそらくね、ああいう大津で事件ね、うん、事故があったことに関しても、はい、とても忘れてはいけない教訓として、うん、ね、やっぱやっていただかないといけないってありますから、もしかしたらそこでは意識が高まって、はい、事故が減っていくっていうのもありますので、まあ、減らさないといけないっていうのもありますので、はいはい、まあ、そういうのも含めてやっぱり意識づけの、まあ、そういう形の意識づけと、はい、でまたこの地域の方々が安全に対して話し合いをして、うん、でそういう対策をしようということによって意識づけをしていくっていうのもやっぱり大事かなと思いますので、うん、そうですね、まあ、モラルの問題もいっぱいあるんですね。ありますよね、はい、ミルキーさん来ております。最近、これまたちょっと別の話なんですが、はい、最近無差別な傷害事件などがよくニュースになっているのですが、はい、避難場所、セキュリティ対策はどんな感じなんでしょうか。そうですね、この茶壇は特に今繁華街もありますので、うんうん、美浜も含めて、で、ゲート通りとかもありますので、はいはいはい、結構やっぱり軍人軍属が多い地域っていうのもありますし、うん、でまたこのもちろん無差別な傷害事件も含めて、あと薬物ですね、あ、という関係も実は手に入りやすい環境っていうのは実は茶壇にもあるんですね、はいはいはい、だからその辺も含めて正直住んでない状況です、うん、避難場所、まあ、セキュリティも含めて、でやってるところが大体もう、まあ、本当にパトロールやったりとか、はい、地域の防犯パトロールやったりとか、うん、で今防衛局が今ちょっと予算を出して回してもいますので、ああ、そうなんですか、はいはい、であと地域のもう町がですね、はい、この警備員を雇ってやったりとか、そういう範囲ぐらいですね。こうやってまともに、なんていうんですか、避難場所がしっかりやられてるとか、はい、でそのセキュリティ対策だったりとかっていうのは正直まだまだできていないっていうのが現実です。そういう状況です。そっか、茶壇、はい、殺人事件も起きましたし、そうですね、はい、ちょっともし次回、はい、
徳地さん、この話もしませんか。そうですね、はい、茶炭は特殊な町だと思うんですよ。あんだけ、はい、あの外国人もいっぱいいるし、はい、やっぱこの辺大事かもしれないですね。そうですね。だからこの安全っていうのは本当に茶炭にとって今危機にやらないといけない課題ではあるんですけど、それが町の発展とちょっとそれが追いついてないっていう状況がありますので、はいはいはい、でまたあのアイデアも追いついてないですし、うん、でどん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 やっぱり商業施設はどんどんできていいことではあるんですけど、はい、ちょっとやっぱり住みにくい町になっているというんですよ、現実 で、 うん、で実は人口も今減ってきてるんですね。あ、そうなんですか。若い方々の、はい、っていうのもあるので、ちょっとこの辺の課題はもうちょっと危機にやっぱやって、あの率先してやっていかないと、うん、ちょっと今後本当に大変なことになるなっていうことは、うんうん、もうあの町含めて議会含めてまた各地域含めて、はい、ちょっとこれはもう大きなテーマになってくるのかなっていうのは今認識しているところですね。なるほど、はい、メリキーさんありがとうございます。次回ね、ちょっとね喋めましたので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、メリキーさん来てます。徳ちゃんもう一回来て話してよ。あ、ありがとうございます。はい、頑張ります。友達か。参加できるように頑張ります。まずは、はい、次回ね、本当にちょっとこの話、ね、メリキーさんしたいと思います。せっかくですので、こういう議論やった方がいいと思いますので。はい、ありがとうございます。はい、さあ、お送りしてきました、大井沖縄。今日本当にね、議会終わりで、大変だったでしょうが、はい、来ていただいてありがとうございます、はい、ぜひまた次回もよろしくお願いします、はい、お相手は FM 議員山内と、そしてはい、知多町議会議員の戸口正史でした。はい、皆さん最後までお付き合いありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、皆さんまた来週、さよなら。事故の話、やっぱり良かったですね。この対策とかっていうのは本当に大変だからな、ね、結構あれが難しいんですよ、うん、一概に信号機を例えばね、伸ばしてほしいとかっていうのも難しいですし、はいはいはい、そうなんですよね。結局今調整するんですよ、うん、公安とだったり、もちろん警察とだったり、うんうんうん、でこの舗装するにしても町がやって、管理者っていうんですか、町がやったり、はいはいはい、また県が、県警、うん、警察がやるものも実はあるので、この辺のやっぱりやり方っていうのはちょっと慎重にやっていかないと、またトラブルになるのが、はいはいはい、だいぶ地域で、まあ、実は何かしか問題になってるんですよ。安全面を確保したんだけど、生活道路としては機能しないじゃないかってことがあって、はいはいはい、まあ、どっちも合ってるんですよね。そうですね、ただどこを取るか、うん、でどこを取ったからみんなでじゃあそれをどうするかっていうのを考えないといけない。そうですよね、うん、なかなかね両立っていうのは厳しそうだけどな、うん、そうですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。皆さんコメントいっぱいありがとうございます。ありがとうございます。やっぱあんだけ大きかったら反応も早いかもね、対応も。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。さよなら。